松が考察2021-2022シーズンブンデスリーガ大展望。はい、今シーズンもねブンデスリーガ開幕が、多分このラジオが出てる頃にはもう開幕してるかな、開幕してると思うんですけれども、さまざまなチーム、まあ、ブンデスリーガには面白いチームがたくさんあるので、まあ、そのチームの話とかねちょろちょろとさせていただけたらなと思うのと、今シーズンの展望を話させていただけたらなと思います。早速、まず我がバイエルンミュンヘンの話をしていきたいなと思うんですけども、バイエルンミュンヘン、昨シーズンハンジフリックから、今シーズンユリアン・ナーゲルスマンという、まあ、35歳6歳かな、の指揮官に変わりました。新たな挑戦になるんですけれども、バイエルンとしてはですね、フロントも、オリバー・カーンがね CEO になったりとか、結構もう変革期に来てるので、今シーズンねちょっと難しいシーズンになる可能性は大なんですけれども、まあ、変革をね恐れては、強いチームはできないので、今シーズンのバイエルン・ミュンヘンも、まあ、もちろん期待はしてるんですけれども、なんて言ったって指揮官がナーゲルスマンなので、現場のことはなんとかしてくれると思うので、めちゃめちゃ期待してはいるんですけれども、まずこのバイエルン・ミュンヘンの、まあ、補強放出についてまず話していこうかなと思います。まず、放出になるんですけれども、ダビド・アラバ、そしてボアテング、ハビ・マルティネス、そしてニューベルが移籍しております。ダビド・アラバに関しましては、まあ、レアル・マドリードに移籍がまあ決まっておりまして、まあ、代理人がザハビーということもあって、ちょっとまあ給与面でね折り合いがなかなかつかなくって、まあ、彼も新しい挑戦をしたいというまあ願いもあったのでレアル・マドリードに移籍が決まりました。まあ超中心的な選手だったので、まあ、放出はめちゃめちゃ痛いですし、まあ、彼にはねバイエルンで現役を終えてもらいたかったなと、まあ、そういう思いがもうずっとあるんですけれども、まあ、レアル・マドリードに行っても、まあ、頑張ってほしいなと思っております。はい、でボアテングに関しましては、まあ、契約延長をしなかったということで、まあ、フリーでというかね契約が切れて退団という形になっております。まあ、彼も中心的な選手だったので、ちょっと残念ではあるんですけれども、まあ致し方ないですね。でハビ・マルティネスも、カタールの移籍が決まっております。まあ、なかなかね、苦しいシーズンも、素晴らしい時もチームを陰ながらサポートしてくれてた選手だったので、放出っていうことは悲しいですけれども、まあ、でも変革期のねバイエルンにおいて、これも致し方ないのかなと思います。そしてニューベルですね、間違いなくノイアーの後継者となる、ゴールキーパーで、この先ノイアーがねいずれ現役を引退した後に間違いなくバイエルンの正ゴールキーパーになるのは彼であろうという、まあ、規定路線が高いんですけれども、まあ、彼が、どうしても出場機会ノイアーから奪うことはできないので、まあ、今シーズンはモナコへの、まあ、レンタルというかねそういった形で移籍が決まっております。はい、で補強に関しては、ウパーメーカーの、そしてオマール・リチャーズかな、この辺が、まあ、補強してきたのと、まあ、ウルライヒがまた帰ってきたの、まあ、こういった形になっております。まあ、ナーゲルスマンがね指揮官になったこともあって、まあ、3バックを使うこともあるでしょうし、さまざまなシステム、さまざまな、まあ、攻撃スタイル、まあ、デザインされたもの、今いろんなもの形で、試してくると思うので、なかなかプレーシーズンではなかなか難しいですけれども、それはあくまでプレーシーズンの話なので、もちろんね難しいシーズンになるとは思うんですけど、バイエルンミュンヘンにはね、ミヤさんミヤという言葉があって、このクラブはね、まあ、俺たちは俺たちだと、まあ、他がどうであると関係ねえよみたいな、まあ、意味合いにはなるんですけれども、まあ、そういった言葉がスローガンにあるように、まあ、サポーターもねその意思を持って、このバイエルンミュンヘンを応援しているので、正直ねそのバイエルンミュンヘンのサポーターの、その一体感っていうのは正直他のサポーターには負けないと思ってるので、まあ、それぐらいこのバイエルンミュンヘンに対する愛が強いので、まあ、僕を含めね、まあ、どこのチームのサポーターもみんなそう思ってると思うんですけど、自分のチームが一番やと思ってると思うんですけど、まあ、そのバイエルンミュンヘンは、まあ、ドイツでね結構一強リーグと言われますけれども、まあ、そんなことはないので、ドイツのチームが結果残してるんでね、結局ねチャンピオンズリーグでも結果残したりしてるので、まあ、侮れないですよと、まあ、言いたいんですけれども、まあ、それでも、まあ、バイエルンミュンヘンが中心で回っていくことは間違いないので、
今シーズンも期待したいなと思っております。はい、で次に昨シーズン2位で終えたライプツィヒなんですけれども、まず指揮官がねジェシー・マーシュという指揮官に変わりました。アメリカ人やったかな、確かアメリカ人だったよね、オーストリア人やったかな、どっちだかな、ちょっとごめんなさい忘れました。まあ、ジェシー・マーシュという指揮官が来て、まあ、ザルツブルクから来たんですけれども、まあ、南野匠とかねハーランドとか、そういった選手をまあ指揮していたと、まあ、指導していた指揮官なんですけれども、まあ彼がザルツブルクから、ライプツィヒに来ました。まあ、ナーゲルスマンがね、ライプツィヒからバイエルンに行ったこともあって、その穴を埋めるような形でジェシー・マーシュが来たんですけれども、スタイルは、まあ、レッドブルといってはなんですけど、レッドブルからレッドブルに来たんで多分そこまで問題にはならない。あとまあチームのパフォーマンスはもうここ数年ずっとレベル高いので、ライプツィヒはチャンピオンズリーグのねベスト4まで勝ち上がるような強いチームになってきてるので、今シーズンも侮れないライバルになるだろうなと思っております、バイエルンのサポーターからするとね。はい、でこのチームのまあ放出だったり補強に関してなんですけれども、まず、放出に関してはウパメカノ、バイエルミュンヘンで、コナテがでリバプールに移籍が決まっております。あと補強で言えばアンドレシューバ、フランクルトで昨シーズン、24得点やったかな、結構な得点数を取った選手を補強しました。昨シーズンねなかなかフォワードベルナーの穴が埋められなくって、なかなか得点力がなかなかないって言われてる中でやりくりナーゲルスマンがして頑張って2位までこぎつけてたんですけれども、まあ、その時点ですごいなって話なんですけどね。まあその得点力を補うために、まあ、フランクウルトから、アンドレ・シューバーを補強しました。アンドレ・シューバー曰く、まあ、チャンピオンズリーグに出たいと、まあ、そういったまあ願望もあってライプツィヒに来てるみたいです。はい、まあ、このチームはね相変わらず侮れないチームなのでどうなるか分かりませんけれども、まあ、優勝してもおかしくないようなチームではあります。はい、で、次ドルトムントですね。ドルトムントに関しては、マルコローゼが指揮官になってるんですけれども、マルコローゼはね昨シーズンボルシアメンヘングラドバハで指揮をしていて、いいパフォーマンスをずっとしてたんですけれども、ドルトムントに加入が決まってからはもうパフォーマンス落ちてチームも落ちてっていうちょっとこうガクンと落ちた感じで終わっちゃったんですけど、正直ねどうかなとは思ってます。優勝はねまあって感じなんですよ。正直ライプツィヒの方がちょっと可能性は高いかな、優勝する可能性で言えば。もちろんバイエルン、ライプツィヒなんですけど、バイエルン、ライプツィヒ、ドルトムントなんですけど、ライプツィヒより上かって言われたらちょっとかすれるぐらいでちょっと下ぐらいかなと正直思ってます、昨シーズンのパフォーマンスも見てね。でまあ補強放出に関してはまず、放出はサンチョ、マンチェスターユナイテッドですね、まあ、もう一つ僕が応援しているチームなんですけど、で補強に関してはマーレン、PSV でコーベルをしつつがると、これはでかい、コーベルいい選手だよ本当にね。コーベルがまたドルトムントに、またというかね移籍してきました。でまあ基本的にこの3チームがねブンデスリーガではもう優勝争う、まあ、感じになってるんですけれども、まあ正直ね大展望というかそのブンデスリーガに関しては、まあ、この3チームが中心に動いていくんで、まあ、1位2位3位も優勝候補よくは、まあ、優勝バイエルンです。はい、もうこれ以外ないです。もう僕はバイエルンしか信じてないので、まあ、優勝バイエルンで2位さっきライプツィヒの方が上行くかなって言ったんですけど、僕2位ドルトムントで3位ライプツィヒにしてます。はい、で一応4位はボルツブルグで決めてます僕はね。で大展望や大展望やって言ってるんですけど、正直ね今シーズンのブンデスリーガに関しては一番動いたって言ったら監督なんですよ。まずバイエルンがナーゲルスマンで、ドルトムントマルコローゼ、ライプツィヒがジェシー・マーシュ、ほんでボルフスブルグがファンボメルで、フランクルト・グラスナーで、こういった形で変わってるんで結構いろんなチームからこう移動してきてる。なんかイタリアも今そんな感じになってるんですけど、だからドイツも今そんな感じになって指揮官がこうコロコロってなんかもう転勤みたいな感じになってるんですけど、だからね試合内容もそうなんですけど、もちろん若手が起用されるリーグではあるので注目される選手だったりこれから伸びていく選手だったりがたくさんいるんですけども、指揮官が変わったことでまた新たなチームに生まれ変わってるので、もちろんね、バイエルンだったりドルトムントっていうのをブンデスリーガっていうとイメージされる方多いと思うんですけれども、いろんなチームがあるのでぜひ見ていただきたいんですよ。
面白いですよ、ブンデスリーガ。あの日本人もいますし、まあ、なんといってもまあね、シュツットガルトで、まあ、遠藤航選手がねキャプテンになったことがもうすごすぎるんですけど、まあ、そういった話題もねあったりしますし、日本人がどういったプレーをしているのか、それこそブンデスというリーグで遠藤航選手がデュエルキングに去年はなってますけど、今シーズンはどうなるのかっていうのも、まあ、楽しみの一つではありますし、長谷部選手がね、もう現役引退も近い年齢には来てるんですけど、まあ、どういったパフォーマンスをしているからこのフランクフルトにもう1年契約延長してくれ、もう1年契約延長してくれって言われてるのかっていうのをあの見れるんで、まあ、見てほしいですし、あと鎌田選手っていうのがね、フランクフルトでどれぐらい素晴らしいパフォーマンスをしているのかっていうのももちろん見てほしいですし、で今シーズンに関してはね、まあ、浅野選手がボーフムに来たりとか、まあ、そういった話題もあるので、ブンデスリーガもちろん見てほしいなと思っております。はい、まあね、そのプレミアリーグだったりとか、ラリーガとかね、セリエアとか他にも面白いリーグはたくさんあって、僕は基本的にはそのブンデスリーガとプレミアリーグを中心的に見ることがどうしても多くって、やっぱ応援してるチームがここの2つのリーグに所属してるので、でもちろんラリーガとかも大きな試合だったりとか、自分がちょっと気になるなと思ったチームとかは、まあ1試合では少ないので、せめてまあ5、6試合は最低見るようにはしてるんですけれども、まあそういうのを見たりとかしますし、まあそういった形でなんかちょっと若干興味あるんだよねブンデスリーガにみたいな、まあ、例えばプレミアだったり他のな、他のリーグを見てる方がブンデスにちょっと興味あるんだよねっていう方がいれば、あのもちろんバイエルンからでもいいし、ドルトムンドからでもいいし、ライプツィからでもいいので見てもらって、あこういった選手いるんだとか、こういった選手が今ドイツでは輝いていてドイツ代表に組み込もうとしてるんだとか、本当そういうところをねやっぱ見ていただきたいんですよ。それこそ今だったらボルスブルグとか、あのバクとかねめちゃめちゃいい選手いますし、ファーンホルトとかね結構いい選手もいます。ファーンホルトちゃうわ、名前忘れた、名前忘れちゃった、ボルスブルグの得点を、ボルスブルグの、名前忘れたな、名前忘れちゃった、ごめん、あの調べてほしいです、ごめんなさい。まああの、まあ、その選手だったりとか、あとは僕が個人的に今めちゃめちゃ好きなのはライプツヒのショボスライ。あの去年は怪我でなかなか出られなかったんですけれども、あのザルツブルグに在籍時にあのバイエルンとザルツブルグが試合をしたんですよ。でその時にあのショボスライのパフォーマンスを見て、めちゃええ選手やんと思ったんですよ僕。バイエルンにちょっと欲しいなと思ったぐらい、もう今でもちょっと欲しいですけど、もうそれぐらいいい選手なので、彼がどんなパフォーマンスをしてくれるのかっていうのも気になりますし、あとはそうだな、ボルスブルグはまあそこかな、バクとかまあそこと、ライプツィはそこだし、ドルトムント、ハーラン、まあ、マーレンとかもね注意してほしいし、あとレイナとかね、あとレワークーゼンで言えばパトリックシックかな、まあ、ベンダー兄弟引退したしね、このあたり、あとはこんなもんか。もちろん他のね、あのクラブだったりチームとかもいい選手はもちろんたくさんいらっしゃるんで、試合を見ていけば見ていくほど、まあ、そのチームの良さだったりとかどういった補強をしているのかっていうのをあの楽しく見ることもできますし、解説者の方がね詳しく説明してくれる方もいらっしゃるので見てほしいなと思うんですけれども、僕はね言うてもそのバイエルンを中心に見ているブンデスリーガーを中心にというか、まあ、バイエルンを中心に見ているので、そこまでそのブンデスの情報っていうのはあのたくさん持ってるわけではないんですけれども、あのブンデスリーガといえばね、あのサッカーキングさんであのやられてるチャンネル皆さんご存知ですか。あの教授とねアシスタントって言ったらもうあれやけど、あの見られてます、めちゃめちゃ面白いんですけど、あのブンデスリーガ開幕のねあの特番とかもやられてるんで、もちろんあのそこで見ていただきたいなと思うんですよ。あのお二人がね、あの下田さんと鈴木亮平さんが出られてるんですけど、あのこの二人から学ぶこと僕めちゃめちゃ多くって、あのサッカーキングも見るときも基本この二人がされてる動画を見て、あ確かにそうやったなとか思ったり、この二人が話されてるからもう一度あの試合を見てみようとか思ったりとか、僕結構録画するんですよサッカーの試合って、ちょっと面白かったなとか思う試合だったりとか、あとはあの
まあ、見たいけど、まあ、ちょっと仕事の都合で見れなかったりする試合っていうのをわざわざ録画しておいて、でその時みんな忘れてても、例えば鈴木亮平さんとかがここのチームのこの選手めちゃめちゃいいよってみたいなこと言われたら、あそのチームの録画残してたかなとか思っててパッて見て、あれば見て、でその選手が出てたらラッキーやし、で、まあ、出てなくてもまあそのチームを見ますしみたいな。だドイツってそのやっぱバイエルン、ドルトムントを中心にライプツィヒ中心に見られることが多いですけど、本当にいい若手がたくさんいるし、まあ、プレミアリーグとかだったらね、サンチョとかね、あのオバメアンとかムヒタリアンとかいろんな選手も行ってますし、まあ、ハーランとかね今だといますし、いろんな選手が活躍していってるんですよ、世界で、他の国でも。だからぜひ注目してもらいたいです。でバイエルンミュンヘンっていうチームがなぜ強いのかっていうのを試合を見れば余計分かってくると思うんで、ぜひ見てほしい。でぜひバイエルンのサポーターになってほしい。もちろんあのドルトムントとはねめちゃめちゃ魅力的なチームですし、ライプツィヒもめちゃめちゃ魅力的なチームなんですけど、バイエルンもいいチームです。本当にあのすごいね、ドイツ国内では嫌われたりすることも多いんですけれども、あの日本でいうね巨人みたいなチームってよく言われるんですけど、あのいいチームじゃないですか巨人ね。野球見られてる方は分かると思うんですけど、本当にねいい選手もいっぱいいるし、その分いいサッカーするし、しかも優秀やし、フロントも優秀なんですよ。だからね見てて苦じゃないのよ。だから本当に見てほしい。だから僕の願いはまずブンデスリーガを見て、いろんなチームを見て、いろんな若手を見ていただきたいですし、まあ、その中いろんな見てもらったけど、バイエルンやっぱいいよねって言ってもらえるようなサポーターがやっぱり増えてほしい。で、もっともっとこうバイエルンのユニフォームを着てる人がもっと増えてほしいなと思います。はい。ということで、まあ、ちょっと今回は展望というかね、まあ、そういったバイエルンとか、まあ、ブンデスリーガの話をちょっとさせてもらった形にはなるんですけれども、今シーズンも僕は全力でバイエルンミュンヘンを応援していくので、まあ、皆さんもおのおの好きなチームを見つけていただいて、ブンデスリーガを見ていただけたらなと思っております。はい。ということで、今回の、2021-2022 シーズン、ブンデスリーガ大展望は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。